ルナーハウス、UK ボーダーエージェンシー本部、ユークバカッターズ、シェフィールド事務所英国国境局は、2008年4月1日の誕生から2013年3月31日の閉鎖まで、英国政府内務省に属していた国境管理機関。移民、難民とこれに関わる犯罪の増加に対応して、2008年、内務省の関連部局を増強改変する形で、 外局として設置されたのが国境局であった。しかし外局としたことで、かえって組織の効率性が低下していることが問題になり、2013年に再度の組織改編がなされ、事務部門の大部分は、ビザ及び入国局と入国管理執行局として、再び内務省の内部部局に組み込まれた。そして、法執行などにあたる実施部隊は、国境部隊として、 内務大臣の直轄指揮下に入った。国境部隊は42メートル型カッター4隻を含めて5隻のカッターを用している。これらのカッター隊は税関から冷蔵外された監視停隊を起源としており、港湾等での臨戦審査や密貿易監視のための沿岸紹介のため365日24時間にわたって30分待機の態勢を維持している。 ありがとうございます。